心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今回は岡山県朝鮮寺住職吉川隆信さんの伏せというお話です。皆さんは伏せと聞いて何を連想しますか？多くの方は寺院や僧侶に対して供養などの際に金銭を渡すことを想像されるのではないでしょうか。本来伏せという言葉の意味は、気持ちよく相手に施しをするという意味です。つまり他者を思い、他者のために何か行動を起こすことが伏せなのです。仏教ではこの伏せという考え方を細かく定めています。金銭や物品など物理的財産を分け与える伏せ、財世や、仏の教えを分け与えた人を安楽にする伏せ、法世は代表的な伏せです。その他に、顔を施すと書く、顔世。これは、笑顔を相手に施すという伏せです。顔の表情というのは不思議なもので、往々にしてその表情は相手に伝わります。つまり、相手が楽しそうな表情を向けてくれば、こちらも笑顔になりますし、逆に相手が怒りの表情を向けてくれば、こちらも穏やかではいられません。ですから、相手のことを思って笑顔で接することも立派な伏せなのです。ところで、私は一日に一度は他者を思っての伏せを心がけています。道にゴミが落ちていれば、他者のためにゴミを拾います。電車の席を必要としている人がいれば、席を譲ります。大切なことは、他者を思うこと。そして、他者のために何かしらの行動を起こすことが伏せなのです。そして、この他者を思うことは、回り回って自分に返ってきます。他者を思うことができるということは、自分を思うことができるということです。顧みれば、私たちは、些細なことから大きなことまで、どれほど家族や友人、名前も知らない人たちに助けられていることでしょうか。それは、他者があなたを思って施してくれた伏せなのです。岡山県朝鮮寺住職吉川隆信さんの伏せというお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方にはこの番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は島根県地球寺副住職串本純道さんの月に命を宿すというお話です。この番組は中国管区教化センターがお送りしました。